ミーリマシンは出力が現在状態と入力によって決定される有限オートマトンである。つまり状態遷移図で描くと遷移エッジには出力信号が付記される。例えば入力例を受けて状態1から状態2に遷移する際に1が出力される。一方ムーアマシンの出力は現在状態にのみ左右され入力には依存しない。 ただし、ミーリーマシンは、ムーアーマシンと等価とみなすことができる。ムーアーマシンの状態は、ミーリーマシンの現在状態と一つ前の状態の直席で表される。ミーリーマシンという名前は提唱者であり、状態機械の先駆者である GH ミーリーの中から来ている。彼は、ミーリーマシンを A メソッド4シンセサイジングシーケンシャルサーキッツという論文に記している。 ミーリマシンはの6要素からなり、以下の性質を持つ。このマシンは1クロック遅延マシンであり、入力 X0X1XN に対して0 X 0 X、0X0X1XN-1 という出力を生成する。開始状態は S0 である。訳すならば、順序回路構成の一手法となるだろうか。ありがとうございます。